ベルナッチャから作ったトスカーナワインベルナッチャは多くのイタリアワイン特にトスカーナのベルナッチャディサンジュミニアーノに用いられる白ワイン用のブドウ品種であるベルナッチャは多くのクローンアシュを持つがサルデーニャのシェディタイプのワインに使用されるベルナッチャディオリスターノやマルケシューの赤スパークリングワインであるベルナッチャディセラペトローナに用いられるベルナッチャネーラとは類縁関係にない 言われているこれは、バーナクシアという言葉が、その土地固有のという意味のバーナキュラーに由来し、ローカルなブドウの名前に当てられたためという可能性がある。トスカーナ州のベルナッチャは、古代からある品種と考えられているが、ワイン学者の間では、このブドウの起源が、東ヨーロッパであるか、ギリシアであるか、ローマであるか、意見が分かれている。 中世の時代にはベルニジと呼ばれたベルナッチャのワインはロンドンで人気を集めた。ベルナッチャディサンジュミニアーノの白ワイン用ブドウは最も知られたベルナッチャのアシュで良い酸味と柑橘感を持つキレの良いワインとなる。トレッピアーノと混合したり単一品種のワインを作る。ありがとうございます。